どれ。人生終わった。え、俺ら何語喋ってんの。日本語。なあ、俺ら何人なの。日本人じゃないよ、俺たちはトルコ人、イスタンブール。なあ、なんで俺ら日本語喋ってんのじゃ。さあ皆さんこんにちは。はい、本日は皆さん僕一人スタートということで、本日も兄にドッキリをしていこうと思います。皆さんこちらの動画覚えていますか。もしも弟が日本語を忘れていたら兄はどんな反応をするのかというドッキリ動画を兄にねちょっと前に仕掛けたじゃないですか。本日もですね第2弾ということで、今度は僕は日本語だけではなく全ての記憶を失うわけなんですよ。ということで本日の企画、弟が記憶を失っていたら兄はどうするのか、記憶喪失ドッキリでございます。そうですよ皆さん、本日はお兄ちゃんの名前まで忘れていこうと思います。自分の名前、自分がやっている仕事、今乗っているこの車のメーカー、え、俺は今なんでここにいるんだ、え、この人は誰、え、お前が俺のお兄ちゃんなのととぼけていこうと思います。僕はですね今までの記憶を全部忘れていこうと思います。兄はですね、僕が記憶を忘れて何も思い出せなかったら果たしてですねどんな反応をするのか一緒に見ていこうと思います。そもそもまず信じません。うん、兄ね信じません。この動画でもね信じてなかったんですけど、最後までね僕はねぶち通していこうと思います。さすがにねいい加減に僕もね永遠に思い出せなかったら、あいつもねえまさかこれガチで記憶失ったのと思うはずなんですよ。そこまで僕は粘っていこうと思います。今から僕らは撮影をする予定だったんですけど、僕は兄のお迎えに今来たところでございます。これから兄が降りてくるんですけど、兄がここに到着した時に僕はもう記憶を失っている状況でございます。僕はね兄が来た時にちょっと寝ます。で寝て起きたら、え、ここはどこと記憶を失っている弟がそこにいるわけなんですよ。皆さん、もしも弟が記憶を失っていたら兄はどんな反応するのか皆さんに知り見ていきましょう。はい、皆さん、兄が今エレベーターに乗ったみたいです。早速記憶を失っていこうと思います。もうね粘ります。あいつが信じるまで記憶を失った演技をしていきます。よっしゃー、第1弾目やってるんでね、多分あいつ気づくよ。これドッキリに気づくよ。いや、僕は諦めない。僕は頑張ります。寝ていきます。よいしょ、やって。もう蚊出てきた。刺されたんだけど。見て。この季節に蚊いるっけ？蚊ゆ。はい。レイス君。おはよう。おはよう。おはよう。蚊がいる。かゆい。やろう、先生。頑張ろうぜ、今日。寝れなかった？昨日の夜。結構いい時間寝たじゃん。ママ寝たよ昨日。なんだよお前、幽霊見たみたいな顔でふざけんな。誰がババアだと。おい、怖いことやめて。何、あ、どうぞ。どれ。人生終わった。え、何、どれ。早く撮影するよ。え、誰。お兄ちゃん。誰じゃないから。お前は弟、俺はお兄ちゃん、これはマカンちゃん。え、これ何。ポルシェ、お前の車。俺のお兄ちゃん。かゆう、わ、赤くなった。何、俺のお兄ちゃんなの。そう、誰のお兄ちゃんなの。エスラちゃんのお兄ちゃんとお前のお兄ちゃん。最悪なことにお前のお兄ちゃんでもある。エスラって誰。そうだよ、お前のこと愛してるよ。エスラって妹。え、俺らに妹がいるの。ああ、なんだっけ。エレス、マジでさ、本当に早く撮影しようぜ。イペックだ。そういうことだ。イペック、イペック、イペック、エレスだ俺。そういうことだよお前。何やってんだお前。冬眠から覚めろお前。ヒグマみたいな感じでやめろ。
なんで俺ここに。お家だからだ、バカだれ、塩だれ。え、これお家？これ、俺らのお家？かなり高いな。え、俺ら何の仕事してんの？危ないよ。嘘だーバカいる。マジ言ってんの？本当にふざけない。何やってんだ、バカだれ。おー、だからこんな筋肉あんの？関係ねえだろ、嘘つけ。やめて、何やってんの？な。いや、待って、エムレ。エムレ、待って。本当にあって、曖昧なの、記憶が。ここに来たのは覚えてる。でも何に来たのか思い出せねえ。覚えてる。エンジンかけて家から出たの覚えてる。え、でもこの前それ映画で見たな。え、それマジ本当にあんのかな。なんかのあれで寝て起きた時にいきなりね、わけわかんない言語が話せるようになったりとかね、全く中国語わかんないのにいきなり中国語わかるようになったりとか、ヨーロッパの人がよくね、そういう感じ。それでもしかして記憶失ったって、バカだれ、信じるわけねえだろ、お前何やってんの。え、俺ら何語喋ったの。日本語。日本人なの俺ら。そう。え、でもみんな顔違うやん。みんな違うじゃん顔。お前外国人だからな。鏡見ろ、鏡見ろ。お前と同じやん。なあ、お前と同じやん。そうだよ、お前と同じだよなあ。 俺ら何人なの。日本人じゃないよ、俺たちはトルコ人、イスタンブールなあ。なんで俺ら日本語喋ってんのじゃ。日本に住んでるから、日本で幼稚園から行ってるから。待って、そこ思い出せねえ。仕事わかる？ちゃんと。さっきの V ライン嘘だよ。 YouTuber ってあの動画見るサイト。そう、お前何時代にお前取り残されてきた。お前動画見るサイト、お前何時代だよ。ここふざけるな。お前もう何十年も経ってるからな。 YouTube 出てあの動物園に行ってみたみたいな、あれお前ふざけるな。一番最初の動画だろ、やめろ。あれ覚えてる、俺見たの。あれ、お前生まれてねえだろ。生まれてるけど、お前その時やってねえだろ。何やってんの YouTube 見て金稼いでんの。こうやってお前みたいにバカなことやってる。ドッキリやったりね、わけわかんないことやったりね、車買ってみたり。え、この車ってお前高いよな。1000万円で俺のクレジットカードで買った車だよ。でさらに一昨日には何買ったか覚えてる。え、また何か買ったの。2500万円のゲレンデを兄のカードで兄に買ってみた。早くやろうぜ、撮影をしようぜ。俺たちは YouTuber なの忘れた。俺たちには登録者が56万人以上いるの。登録者56万人。そう、俺らが。そう、見る、ほら、なんて書いてある。 MN チャンネルって俺らのチャンネル。そういうこと。56万人。そういうこと。俺らって有名人なの。そういうこと。 TikTok では71万人いる。 TikTok って何。 TikTok をそこ。お前何時代の人だよ、ふざけるな。え、あのダンスやるやつ。ドゥドゥドゥ。何時代。初期の頃だろそれ。もう今俺たちはコントやってんの。何これ。お前のチンポ。何これ。お前のチンポ。何これ。なんかついてる。いや、もうお前もついてた。当たり前だろお前、男の子はみんなついてるよ。何やってんだ。何すんのこれで。お前と俺の思い出の写真見せてやろうか。ほら、声かけしたかったん。おお。これ僕、これお前。気にすんな、パパを応援してるぞ。これ僕。ならパパはお前の真似。エース。起きようよ。早く起きようよ。エムロ、遅えよお前。おい、何がやりたいの。何言ってんのお前。何だったのさっきのは。何さっきのって。何分待ってると思ってんだお前のこと。てめえ自分のこと覚えてなかったじゃねえかよ。 TikTok でてってってて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 てとか言ってた。何時代お前言ってたんだよさっき。え、待って、そこに何かついてる。撮影すんだろ今から。そこに何かついてる。もう回ってんの、もしかしてこれ。回ってますよ。ストップ、もう僕帰る。はい、ててれ。男だけ覚えちゃったら何はどうするのかでした。ビビっただろ。まあ信じてないからさすがに。信じてねえよお前。でもわけが、でも本当にいたんだよ。俺一昨日ぐらいにちょうど見たばっかなの。え、マジで見た。 TikTok でも流れてきて、寝て記憶失って、なんかヨーロッパの人らのように中国喋るようになったりするんで、いきなり。お前心のどこかではワンチャンガチかなって思っただ。まあどこかでは思ったけど、普通にバカにするな塩だれ。信じてませんけども、まあ
ちょっと信じたよな。信じてねえよバカだれ。帰ってください。これだけだよ。これだけだよ。よしよしよし。よしよしよし。まあ。だから撮影行くのにお前さ、なんかさ、おかしくなったわ。なんかもうなんかね、ムラムラするし、なんかムカムカするし、もうなんかムカつくんだよね。お前やめてくんねえ。気持ちよく撮影行こうよ。なんか変な感じだわ。お前俺のこと忘れたとか、お前ふざけんなって。マジでそういうことがあったらどうしようって思っちゃうもん。なあ、自分の車も思い出せねえよな。出せ男か、お前な。なあ。よく寝た。よく寝、お、男の子だ。おい、今度はゲイか？男の子だ。てめえ、この野郎！結婚してんだ、俺結婚してっからやめろ。ああ、え？俺結婚してからやめろ。俺、人旦那の方が好き。人旦那ってなんだ、人妻だろ、バカ。おい、バカ、お前今度はゲイ。お前、せめて女の子になれよ。お前、何やってんの、お前、早く行くぞ。あ、もうやってらんねえ。お前みたいに情緒不安定無理だ。やっべ、お前さっき演技でやったのに。え？カメラ切るの忘れてたよ。勝手に切れたよカメラ落ちて。よかったな、勝手にドア開けた時の振動で落ちて。でもまだおーら僕が映してあげるドアアップで。お前俺がゲイになったことがバレたじゃねえかよ。バカだれ。じゃあ何炎上か言えよ。お前これ、何炎上だよ。だからゲイ炎上でバレゲイ。